ブルックリン SV1 を撮影に来ました、まずは外見はこんな感じです。本当のガルウィングですね。これ正面下からこんな感じで5マイルバンパーが分かりやすくついています。で一瞬センターロックっぽいホイール、まあちょっと作りはあちこち荒かったりしますけど、まあ、当時としてはセンセーショナルな、作りの車ですね。で、マニュアルで、あ、ダンパーはこうやってカバーかかってんだな。なんかモーターらしきソレノイドかなんかがなんかついてる。なんだろうこれは。電動なのもしかしてこれ。後ろも、5マイルバンパー分かりやすくついてます。でブルックリン SV1 下回りよく見えない太鼓しか、まあ、このようになっています。多分この人がオーナーさんですね。書いてある。ブルックリン75年型かな。メーターは変えてるような気もしないこともないな。どうなんだろう、多分変えてんのかな、メーター今時のに。でボートあれペダルが2個ということはスティックシフトをあのマニュアルに見えながら実はオートマかな。だからドアロッククローズとかってあるからやっぱ電動なんだろ。ドアが開かなくなったらやべえじゃん、バッテリー上がったら。でセンターコンソールはこういう感じになってます。ドアボタンかな。まあこんな状況でござりまする。ちょっと下の方が気になるな。エアの取り回し。なるほど、こうなってんだ。ラジエーターがここということは、多分抜けは思い切り悪そうです。まあでもそういう車じゃないですよね。この格好、これ格好いいからいいじゃんっていう感じです。別にね、車としてねいいのを探そうと思ったらなんぼでもあるんだろうけど、あえてこのブルックリンの格好、これ衝撃あったんで良しとしますよね。うん、素直にこうかっこいい、まあ、そんな車でした。はい、こちらからまたつなぎます。510ブルかっこいいオバフェンになってますね。オバフェン、次が、SR311 SRL かな、これは左半だからで、510ブルダッチ。コルベツと、なんかこれクライスラーだったっけな、なんかネオンとかってやつ違ったっけ、全く興味ないからわからない。これ GT350 仕様だと思います。なぜなら4日かかってるから。
あ、間違いねえ、オートマだから、うん、仕様ですね、仕様。あ、でもキャロル・シェルビーのサインが入ってますね。はい、なんだこの青いの、スーチャだ、スーチャスーチャ。しかしこのコースはないだろう、うん、まあスーチャ付きの、古いスーチャ付きの、まあムスタングベースのレプリカでしたね。はい、これなんだろう、なんか今時の、ムスタングの、リメイク版。あ、これスティーブ、スティーブいます。あ、スティーブじゃなかった、今のよく見たら。次ムスタング、ムスタング、ムスタング、カマロ、ラウシュシール付きの、これ何、ムスタング、なんだろう、 GTR、 これはなんだ、これはなんだ、ヨーロッパ車っぽいな、スタックって書いてあるけど、トライアンフだ。初めて見たこんなの、プリウスくん、フェラーリフロントエンジン、オープン。何これ、カリフォルニア、それとも12発、よくわからない。なんとかルマンスポーツ、見たことあるな、ポンティアック。次6級カマロ、アデランス仕様、 SYC って何だろう、で、マニュアルになっております。6級ってこんなんだっけ、ダッシュ忘れちゃった、乗ってたんだけど、まあ、こんな感じになっております。次は67かな、このカマロ、67っぽいカマロ、これも67カマロのオープンかな、バナゴン。これね、前ちょっと欲しくて、このウエストファリアのキャンパー仕様があったら欲しいなと思ってました。お、86、ちょっと可愛い系のお姉ちゃん乗ってるかもしれない、86ですね、86で結構いい感じでなってますね。なんか書いてある、うん、いい感じのお姉ちゃんかもしれない、こんな感じの子ですね。羽はでかいのがついててマフラー書いてますね。なんだろうこれ、うん、難しい感じが。次が MRS、C7、 C7、バグ、ムスタングで、ほぼ終わりかかってきたね、やっと終わりかかってきた。長え、編集が大変だ。あとはざっと、あ、モデナってこうだった、忘れてた。これがケツを食べるって書いてある86、ケツを食べる、
こちらオーナーさん、はい。あとはこの辺を回って、ムスタングと、不人気ムスタングと、ホットロッドですね。でさっきのフェラーリがこれなんだろう、未だにわからない。ざっとこんな感じかな。疲れた、腹減った。あ、イエンコ仕様って書いてあるね、イエンコ。まあこんな感じでござりまするね。はい、ではでは、動画を一旦取りやめますというか終了します。